はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回は安倍晋三元総理暗殺事件ね、8月28日最新ダイジェストです。この動画を見ていただければ、途中参加の方、元気なおじいのこの動画がね、もう50日ぐらいやってるんだけども、この流れを知らない方が圧倒的に多いんだけども、ここまで来たんだよっていうのをね、短い時間で把握することができます、ね。今回は安倍元総理の件、悪魔のプロジェクト解明、徹底解説になります。まあ、その前に1個だけ言わせてくださいね。すき家で朝ごはんを注文して食べた、でお持ち帰りでこのメガね、これを注文した、おいた食べてたら一緒に出てきたね、持って帰るまで冷やしておいてっつってね。でところが帰りに渡された時に袋もくれねえ、そのまま手渡しだし、あの見てこれレモンね、ちっちゃいので、これちっちゃいレモンが4個で、目が頼むと8個入ってるんだよね。であのレモンこうやってやりながらね、飲むのが好きだから、高いんだけど、まあ、レモンいっぱい入ってるしだと思って、今目が買ってるんだけどね、4個しか入ってない、1個分しか入ってね、この間は異物は入ってるしさ、ほんと今回はレモン半分だしさ、ぼったくりだろこれ、ほんともう好きや嫌いやね。はい、そんなわけでね、朝からめっちゃ気分悪いです。もっと果汁たっぷりのねレモネード飲んで元気はつらつ頑張りたかったのに、もう少しこうレモン置いてきちゃうんだよ、少ないとこうぐしぐしぐしじゃなくて、もう気分悪いから全部飲んじゃったね。ほんとね、もう好きや、ほんと嫌いやもうね。はい、そんなわけでね、国民として真実を知る権利があります。推理だよね、推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。そして真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行います。誰が何と言おうと、このチャンネルではこの方針なんですね。いろんなあらゆる仮説を立てるんですね。コロ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 変わってるって言ってるバカはどんどんブロックしますね。それで、容疑者の発砲ね、この容疑者の発砲で、これが最初ね、もう圧倒的に99対1でおじいはフルボッコを食らしたけど、山上容疑者は空砲だったっていうね。で空砲で、人目を引きつけて、でスナイパーがやったんだっていうね。圧倒的にみんなそこにマインドコントロールされていたね。違うからってね言ってたけどもね、おじいはフルボッコを食らってました。ところがこのね、50日間ね、おじいはいろいろ皆さんに情報を出してきました。でようやくね、山上容疑者空砲じゃなかったね、ね、花火じゃなかったねって、そこが分かってきたでしょ。これはもう完全に実弾説が正しい、空砲説は間違ってる。もうこのね、もう正式発表はないけれども、もうほぼ確定です、これはね。まあ今頃空砲だったっていう人いないでしょね。頃言ってた人みんな恥ずかしい人だね、ほんとね。空砲説だって言ってたやつ謝れ、ね。それで、まずここのところはもう紛れもない事実なので、空砲ではありませんね。で空砲でない、でこの容疑者の行動なんですね。山上容疑者は実弾を発砲していたね。でそれが脆いもので、途中で割れていくような弾だったのか、それとも大小混在していたのかね。そこのところも含めてまだ解明しなければならないけども、とりあえず2種類の大きさはあったよねとなってます。それが今言ったように、分裂したのか、それでももともと2種類だったのかね、そこのところがまだ分かりません。そして、容疑者の行動としてね、今現在は
単独説は 10% なんです。で、元気なおじいはね、当初から言ってるように、山上容疑者はこの空砲ではない実弾なんだね、散々皆さんからフルボーク食らってたけれども実弾だった。そしてそれは組織ね、要は山上徹也氏に協力した者が必ずいるだろうね、完全な単独ではないよねっていうね、まあ大体おじいのチャンネルでの推理で、元気なおじいはこの組織説が濃厚だよねっていうことで、進行しています、ね、で、まあ、知能がちょっと足りない方はね、違う言い方をするわけです、ね、スナイパー説か単独なのかね、本当バカは二択しかないっていうね、またね。それで、この容疑者の行動のこの単独説と組織説、今のところはこの組織説が 90% で、これのなんでこういうことがあるんだろうっていうね思うと、この整合性が取れる情報ね、まあ不可解なこと、どう考えても常識ではないこと、まあこれを含めると組織的な協力があったよねっていうことがね、見えてきております。山上徹也容疑者が本当に一人だけでね、統一教会への恨み、一緒に関連した安倍晋三元総理に対する恨みで、殺し野郎とね、そういうのは、まあ、可能性は 10% あるかなないかなぐらいです。で、山上容疑者がその本当に殺したい気持ちっていうのと実際に殺してやろうっていう実行は違うわけなんです、ね、で、要は、まあ、運が良ければね、倒せたらいいなぐらいでのチャレンジなんです一応ね。じゃあそう見てますよね、心臓を狙ったわけではないね、その散弾を使うっていうことは命中精度よりも確率を選んでいるので、そこでね、ここをこうやって狙うんだ、常識だとかね、水準もないのにとか、まあ、いろんなこと言った人がいるけども、確率論でやってるので、その代わり、精度を上げる、ね、それによってダメージを大きく与える、よりダメージを与えるものを選んで当日は挑んでるわけです、ね、なので、ダメージを与える目的でやってるんだけども、確実に殺せるというね、そういう確信があってやったものではないと思ってます。おじいはね、無理です。それで、この組織説が有力視、この 90% の根拠はどこから来てるのかというと、これなんです。まず司法解剖結果、ね、でこれに国民は納得していないんです。そして診断書の非公開、ね、これにも疑問があるんです。納得していないんです。もうその死亡診断がされて出されたものをなぜ非公開にするんだ、そこが不可解なんです。そして誰がどう見ても不自然な警護なんです。まあこれをね、その組織的なプロジェクトでやっていたものを、そのミスがあったとかね、その本当凡ミスで済まそうとしている、ね、ここのところがね、あまりにもちょっと不自然すぎる、ね、ここのところです。この大きく挙げるとこの3つなんです、これがね。で、もうこの不自然な警護についてはね、もうずっとやってるんだけど、今回はここのところに踏み込みます。で、これが踏み込むことができたのが、つい先日のね、49日の発表があって、やっとここが解明できたわけです。で、
元気なおじいのチャンネルをね、今まで見てこなかった人、50日見てこなかった人、ね、そんな方にも分かりやすくソース付きで、ね、お見せします。元気なおじいはこの内容でやってきました、ね。頭のおかしいね、ちょっとお知恵が遅れちゃってる人はね、スナイパーが単独化だけでおじいを罵るんだけれども、おじいのところではね、いろんな仮説を立てるので、まず最初、山上氏が実弾だったのか空砲だったのか、で空砲だった場合はじゃあ実行犯が別にいるよねということで、でその別にいるんだったらじゃあ反安倍派とか宗教とかね、まあ、いろんなものが出てくる、まあ、はたまた国とか出てくるとね、真相招かねえないね、そういうことになってくる。じゃあその特定人物の他に、じゃあガリオンバナンとかね、岩塩ね、よくそこら辺でカチ割れのやつ売ってるよね、塩ね、ソルトラね、とかで、あとどこからね、もう必ず暗殺、要は銃撃イコールビルっていうね、特定ビルね、まあ、中にはお蕎麦屋さんのね、ダクトね、それはスナイパーだって言ってるのもいたみたいだけどね、で、あとはまあ組織とか、まあ、こういったものをね、だんだん特定していかなければならなくなってしまうんです。で、あと実弾だった場合はどうなのかというと、山上医師が単独でやった場合っていうのは、じゃあそのね、この傷のね、全焼の一致、これね、すべての傷が山上氏のものであるというものを、これ証明しなければならない、まあ、殺傷能力の証明はもうできてると思うんだけど、全焼、すべての傷、ここからすべてのもの、ね、それの一致が必要です。で、複数であった場合は、この山上氏が撃った弾と、この別の協力者が撃ったもの、ね、この弾丸の全種類を特定公開をしなければならないということになるっていうね。で、これでやってるんです、おじいは。スタートの時からね、ノータリンだけがね、理解できない、まあ理解できないからバカなんだけど、一言で言うとね、そんなバカがでもね多いんです、日本にはね。で、おじいはちゃんとこれを説明したからやってきました。でもそこを飛ばしてみるバカがいる、今度はね、最初の数分はこの説明を見ないんだっていうね。だ、そういうのが社会のクズ、情弱になってくるんだね、本当ね。まあおじいで書けないからいいんだけどね。それで、この福島教授ね、要は重曹はここ2つですね、5センチ間隔でここです。あともう一つここにね、わからない記事がある、ね。で、この弾丸について、ね、銃弾については、私は術中には体内から見つかっていない、ね、これをもう会見でライブで言ったわけです。で、この私は術中見ていない、ね、私は見ていない、私は見ていない、私は見ていないという意味がいろいろあるので、この福島教授の発言に対して信憑性がどうなのか、ね、そのところが注目されました。で、元気なおじいは皆さんにこの福島教授の当時の心境、そして後からの独占インタビュー、ね、それを見ながらこの人は決して嘘を言ってない、嘘をつくような人ではない、ね、今までの経歴、名誉全てぶつぶすような、そんな発言はしていないと判断したんです、おじいはね。それで、じゃあね、どういうことなんだ、じゃあその重曹なのに弾がないね、と、まあ、到着以前に、銃弾が紛失してしまったんじゃないか、ね、この病院に到着する前に紛失、まあ、あらゆるいろんな状況 で、あとは血液と一緒になんかね、流れちゃったかどうかごろかしたけども、それもなかったんだっていう、これは警察が発表してたんだけどもね、そういったものも含めてね、とりあえず以前に来る以前に取りちゃった、どっか行っちゃったんじゃないかっていうね、
まあ、そんなような感じでした。であとはこれもあるんです、見落としね、あのもし見落としがあった場合、この狩猟に専念するんで、狩猟は今もうどうしようもないところを、要はね、まあ処世のための要は治療を行うわけです。でそれとはね、直接関係のないようなところは、まあ、見落としがあっても不思議ではないですね。もういろんなものがぐじぐじになってて重なってね、なかなかあの見えにくい。あと弾丸、頭が弾丸、銃弾っていうイメージがあるけど、恐れらに及ばないものだったらわからないわけですね。散々おじはここを説明してきました、ね、なのでそれ以前に亡くなったのか、それとも見落としてそのまま解剖に渡って、でその解剖のところで発見に至るのか、これが捏造なのかということになるわけです。でこの解剖というのは、その事件当日の夜からね、夜から翌朝にかけて司法解剖が行われたんです。で、その事件翌日にはもう阿部さんは実家に戻られてね、でその後ね、もう焼かれています。ね、それで、これが不思議なんだよね。重要な証拠なのにね、これぐらい世界中に渡ってるね、あの世紀の大事件にもかかわらず、この証拠の安倍さんが即火葬されている。で中蔵だったら、あの本当、まあ、冷凍保存なりね、なんなり、その即座に焼かないよね。でこれがもうとっとと焼いちゃうというのが、これが証拠隠滅だよねって言われてるんです、実際ね。でもこれがもうすぐに行われてしまったんです。ここまではいい、事件翌日までに司法解剖が終わった。で司法解剖が終わったらもうとっとと火葬した、ここまではいいね。それで、その後その青山議員からね、その報告があったわけです。これね、この消えた銃弾で、司法解剖の結果、今までその福島教授の見立てだとこの2つの銃創がね、真ん中とこうやや右側に5センチ間隔であって、で、そのうちの1つが心臓にまで達していた、ね、でもう1つはおそらくこちら側に抜けたのではないかっていうね、そういう見立てだったんだね。でそれを覆すね、それを覆す内容がこれだったわけですね。なんとここから入った銃創が心臓と肩に抜けたのではなくて、この肩から侵入、首から侵入ね。でこの時はこの銃弾の一発は心臓や大血管に到達ってことで、あのニュースも全部そうなんだけど、心臓ね、これキーワードが心臓があったわけです、ね、で当然ながら死亡診断書もね、そういう内容になってるはずなんです。それでこの弾に至ってはね、もう1ヶ月近くね、3週間ぐらい経ってからね、青山議員からね、どうなってるんだ、弾あるのかないのかね、そしたら弾がない、ね、困っちゃってるんだね。これ確か1ヶ月ぐらい、1ヶ月近い時だったでしょ、どうなってるんだって言ったらね、いや儲かん重曹って言うんだよ、ないんだよ、なんでなんだ、困っちゃってるんだよってね、ここはね、力説したわけです、儲かん重曹で。ところがこのもう焼却して1ヶ月後、致命傷とは別の銃弾を発見に至っているわけなんです、ね。要はここから入った弾がここら辺でね、弾がないで、もう一個ここから入ったのがここら辺で見つかったっていうね、そういう説明があるわけです。で
最初のこの儲かり重曹の説明を受けた時にもうすでにもう3週間4週間ぐらいは経ってるわけなんです。で、とっくに安倍さんも、ね、灰になってるわけです。で、その司法解剖した結果として儲かり重曹なんだ、見つかってないんだって、あんだけの茶番をやっておきながら、いや見つかったんだ、じゃあいつ見つかったんだ、灰になった安倍さんから見つかったのか、骨が骨壺の中の骨から銃弾が見つかったの、さあどこで見つかったの、総一課長どんな説明をしたので、綾野氏の説明によると、これね、当時のと言ったこの心臓は綺麗だった、何もなかった、なぜならばこの鎖骨下大動脈をね、こう損傷してこっちに行ったんだけども、心臓の位置はここにあるから全然離れてるからね、もう全然遠いからもう触りようがないんだ、だから綺麗だったんだ。でも消えた銃弾の時には、まあ、何かしら、入ってね、まあ、こっちからといっても、この鎖骨下大動脈と心臓の位置はまあ近いところにあるからね、まあ、それで一緒に傷つけたんでしょうみたいな感じで言ったのが、大どんでん返し、こんなに離れてるんだから、ね、触りようがない、まあ一気にね、心臓は綺麗だった、何にも傷がなかったね、こういう説明に至ったわけです。それで、その内容をね、時系列でちょっとね見ていきたいと思います。この福島教授の会見でね、ここではね、心臓および第二血管の損傷による心肺停止と考えられました。で、胸部を損傷して心肺停止状態で、おじはここも注目してるんです。実はこの胸部の損傷でね、銃弾は左上腕前部という表現をしています。いいですか、左上腕前部という表現をしています。上腕なんです。でも福島教授の会見は胸部を損傷と言ってるんです。で、この胸部の損傷というのは、まあ、外傷ではなく、これは真ん中なんだろうね、この胸部だ、心臓だけでなくその周辺とかね、そこら辺も含むんです、ね、だ、胸部の損傷、この胸部の損傷はじゃあいつできたのかっていうと、これかいって考えられるよね。で、それは適切な処置だったっていう答えも出てるよね。で、この胸部を損傷というのが一つのキーワードなんです。傷口は頸部、そして左上腕前部なんです、ね、だけども胸部を損傷、ね、この胸部っていうキーワードが出てくるんです。それで、まあ、状態は重装ということでかなり厳しい状態であると予想されました。分かっていることは銃と思われる傷が2つあったということだけ、それが銃と思われる重装が2つあったということだけ、ね、ここは重装とは思わなかったっていうことなんだね。射入口ね、それで、胸部心臓大血管に至ったため、ね、胸部心臓大血管に至ったため心臓が損傷したため出血して、お亡くなりになられたとおっしゃってるんです。胸部心臓大血管ね、で心臓がこういうやつをね、これからが胸部心臓大血管ね、
だこれがだから鎖骨下大動脈とね言われている、まあ、そういうもんなんでしょうね、言われ方としてね。だ ここの部分ね、胸部の心臓大血管に至った、ね、でここのところも胸だよね、胸なんです。この内部は胸なんです、ね、で心臓が損傷したため出血してっていうね、この心臓が損傷したってしっかり書いてあるんです。で、まあ、これはね一番最初に現場に向かわれた近くのねお医者様です。現場で治療した医師ですね、中岡内科クリニックの中岡理事長です。一目見た瞬間にかなり厳しいなねと思った。で自発呼吸の動きが全くありませんでしたので、いわゆる心肺停止状態、ね、で心臓マッサージをしても手足がピクリとも動かない状況だった、ね、であとはその瞳孔が開きかけていた、ね、そういう証言もあったようです。で次にドクターヘリ、ね、ドクターヘリの医師、普通に静脈瘤を取ろうとしたが取ることができなかった、圧がないからね。で骨髄の中から輸液をすることになった、ね、で、あとその時点で何回何発何で撃たれたかの情報がなかったので全身を探して観察をした。で、首と左肩の銃創を特定した。ここの時点ではこのドクターヘリの先生は首と左肩の銃創と特定してるんです。で、その後の福島教授は銃創が2つね、銃創が2つで、ここは銃創とは特定していなかったんです、ね、だからその前にこのドクターヘリのこのお医者様は、ね、首と肩の銃創特定、つまりここの2箇所とここが銃創だと特定しているので、銃創は3つ、2箇所3つという特定をしているんです。これがドクターヘリのお医者様なんです。で、そうだね、この福島教授、まあ、銃創による心肺停止ということでかなり厳しいと思いましたね。で蘇生処置ということはやらなきゃいけないので、できるだけたくさんの祖父と輸血の手配をした、ね、だこの蘇生処置っていうのはもう50分経ってるしね、もうこんな状態だし死後硬直始まりかけてるしね、瞳孔開いてるし脳波はねえし完全な死体なんだけども、でも蘇生処置というものをしたけばない、まあ、後に出てくる家族が来るので死亡診断をねその時にしたけばならない。家族が来ないんだったらこの場で死亡確認を処理に行うんだけども、家族が来るからしないということを述べられています。なので、蘇生処置ということはやらなきゃいけないね、まあ、一応1秒でも2秒でも1分でも2分でもね、一応やって、あ、ダメだねってね、確認、まあ、これが医者の手続きでしょ。だ何もしないで愛死んでるっていうのはないよってことなんだね、医者として。で、手術も行えないといけないので、その準備を外来で始めました、ね。でこれ医師ら41人で対応ということなんです。でこの福島教授はその安倍総理ということを知らないで、知らない状態でそのトップね、まあ、医師とスタッフね、医師20何人ね、であとはスタッフ、それで合計41人で対応した。でまあ、通常例えばおじいがそういう状態だったら果たしてそんな状態で運び込まれてここまでやってくれたのかっていうね、まあ、そこ の疑問があります。まずね、で、心肺停止で来られた患者さんは蘇生に反応したい場合、どこかの時点で治療を、ね、やめるということを、ね、止めるということを決断しなければいけないわけなんですがね、ご家族が来られるということだったので、まずそこまでは続けようと。でこの時に11時半、ね、
11時31分に事件が起きて、で搬送まで50分かかってる。だから12時20分ぐらいで、ね、到着で、まあおそらく、まあ、集めてね、初から10分20分かかるだろうから、まあ、実際に所詮処置始めたら、まあ、それぐらいになるでしょうっていうね、運ぶ時間があるからね。それで、そこからその所詮処置っていうのは、そのね、あの医療関係の人がおじいのところにコメントくれたけども、大体心肺停止でね、やったとしても 1,2 時間ぐらいでしようっていうことを聞いた。そうすると12時ね、は、まあ、あの20分ぐらいからと13時20分、まあ、14時20分ね、大体これが2時間ぐらいなんです。で15時過ぎにはもう死んじゃった説がね、いくつか出てたんだよね。まあ、お詫びも出すことになったと思うんだけど、いろんな人からね、ツイートとかね、残念ですっていうね、もうその一報を聞いたっていうね、それをちょっと早まってしまった、正式発表前にね、まだ昭恵さんが到着する2時間前にね、残念ですってね、ツイートがあったりとか、まあ、出しちゃったところもね、何かしかあったね。ただそれがやっていて諦めるね、やめなきゃならない時期の時に、じゃあ家族が来られるということなので、じゃあそこまでは続けようと。だからこの決断が多分2時半から3時にかけてだったではないかなと。だから本来はだからそこでね、死亡の確認というかね、もうっていう状態で一回そうだったんだと思うんだけれども、でもご家族が来られるっていうね、じゃあそこまでやらなきゃっていうね、そこから延長を決断したと思うんだよ、おじいの主理では。だからそこから、2時半から3時にかけて、昭恵さんが来るまでのそのさらに2時間頑張ってね、何かしら治療をやっていなければならないね。だからまあその間治療というものをしなきゃならないからね、まあ、血液もバンバン使うしね、まあ、いろんなことやったと思うんだけども、ね、まあ、それぐらいの大変なことを、もう死後硬直が始まってるね、死体と向き合ってずっと頑張ってたってことなんだよ、ね、だからすごいことだよ。会見がその後7時頃だかね、5時3分に死亡を確認して、その1、2時間後ぐらいに会見してるんで、ね、非常に疲れてる状態で、ね、で、まあ、5月から来られるということだったので、まずはそこまで続けようと。それで、まあ、非常に残念な結果になりましたが、ね、で、心に傷を負ってるような人は我々だけじゃなくて、多分全国にもいっぱいおられるんじゃないかと思う、ね、本当この福島教授のもう仕草とかね、目とかね、話し方とか見て、もう何の曇りもない透き通ったね、インタビューでした。でこれを見て、ちょっとでも疑う人たちは何なんだっつってね、おじいはその時に動画にしています。で、まあ、状況が状況だからね、まあ、死体の状態でね、50分経ってから死体で来て、そこから5時間近く頑張ったんだからね、まあ、無理、現場に駆けつけた、すぐに駆けつけた医師ですら、もう瞳孔が開きかけてたって言ってるんだからね、もう無理ではね、呼吸ができないし、ね、で、あとこれなんだね、今度は、安倍元首相の死亡の証明の開示延期、ね、奈良県立医大ということで、4月9日付で請求していた安倍晋三首相が死亡していたことを証明する文書について、25日、奈良県立医科大学から開示決定の延長通知が来た。延長期間は原因則的な最長期間の60日、9月の6日まで。ね、その延長の最長が60日なんです。これ以上は遅らせることができないっていう、最長が60日、その目いっぱいまで、この開示を遅らせている。この9月6日、ここまでしか遅らせることができない、ね、
じゃあその間にじゃあ一体何があるのかね。死亡を確認したと記者会見まで開いて発表した医師機関が死亡証拠を出せないというのはどういうことなのか理解に苦しむ。でこれがあったので、その死亡した証明書を出せないということは、じゃあ死んだことになってないじゃないか、ね、で死んだ証拠を出したら本当に死んだってことだから、じゃあ本当は死んでないんじゃないか、生きてるんじゃないか、そういう安倍さんが生きてるんじゃないか説っていうのがまた生まれて歩き回ったわけなんです、これがね。でそこに血が出てないとかね、そういったものが出たので、修正されていないねこの画像を見て、皆さんは本当にこれが嘘だと思うんですか、だそれを加工で血をつけたように見せたろうっていうね、まあそうやって言う人もいるんだけども、でもピクリとも動いていないじゃないか、いや麻酔で寝てるだけだから、ね、じゃあ麻酔か、麻酔だったら確かにこうやってクラクラって避けるよねって言ったら、いや麻酔なんてあんなゾーンみたいに打つのあんなのね、そんなのスナイパーで打てないだろうっていうね、そういうのが出てきてね、まあ言えばこういうで否定されっぱなしなんです、おじいはね。でこの9月の6日で四十九日発表ね、8月の30日付で、辞職、ね、奈良県警警備部長、ね、松浦さんが辞職するんです。8月の30日です。そして8月30日に、ね、鬼塚本部長、ね、辞職するんです。で8月の30日、ね、この松浦さん奈良県県警警備部長なんだねが辞めるんです。はい、そして8月の30日に、警視庁長官のね中村さんも辞めるわけなんです。そして、これがね今度9月の2日と10日付で、辞職される皆さんがいるわけです。で、まあ、ほとんどが9月の2日付で行く人で、9月2日付で辞める人ね、経営警護危機管理対策参事官ね、島中誠ね、参事官ね、まあそこにいたポンコツ団子兄弟のね一個かな、ね、これが9月の2日付なんです。で、9月の10日発表のあとね、付けっていうのが奈良西署警備課長ね、この佐藤さんという方なんだね、これが6日以降ということで、この診断書の開示がされた時には真実を知る、そしてそれを命令したりとか処理をした重要な人物は辞職済みなんです。ここがキーワードなんです。診断書の最長60日、9月6日までに行わなければならない辞職組、話がつながったでしょ、ね、おじいはあなるほどなと思いました。で今度はまた別の動画にするけど、この死亡診断書をじゃあ当時の7月の8日に遡って、作り直すことができるのか、内容の違うものを作り直すことができるのか、でそれができるんだったらもっと早くやってると思うんだよ。でも一度出してしまった死亡診断書、安倍さん焼くためにもう使ってるわけだから、それを証拠として役場にね、持ってって、それでその火葬の手続きがされるわけでしょ結局。だから
その死亡診断書の内容を後から改ざんするっていうのは多分バレる。そう、役所の方を全部改ざんすればいいと思うんだけど、さあそこまでできるのかな、どうなのかなって。でも全てがね、安倍さんが奈良に住んでる人で奈良の役所だったら、そのね、あの騙し取られたその生活保護費ね、その返済に256年だかで返済してもいいよっていうね、そういう役所だから、まあおそらく改ざんしてくれるでしょう、お喜びでね。でも残念ながら安倍さんは奈良の人ではないと思ったんだよ。だから奈良ではないと思った、どこの人かよくわかんねえけど、奈良の人ではない、富山かな、どっかな、どっかわかんねえけど、どっか奈良以外の人だと思うんだよ多分ね。だから当然ながら、安倍さんを焼くときに提出する役所っていうのは奈良ではない、ね、だからそこまで手が伸ばせるのかなって考えると多分伸びないでしょう。奈良だったらできたかもしれないね、だらしがない市役所があるからね、奈良に住めばお金騙し取っても256年かけて返せばいいよって言ってくれるんだからいいとこでしょう、ね、だからね、そう、診断書はどうしても改ざんできない。なので、そう、9月6日までに、ね、どうなってるんだ、どうなってるんだ、違うじゃねえか、心臓いってるじゃねえか、どうなってるんだ、この診断書の内容、心臓の損傷って書いてある、どうなってんだ、吐けって国民とか騒いだ場合に、それを知ってる者、そして、いろんな指令を出した者はもういないんです。で、国家公務員によってね、守秘義務というものがあるので、辞めた後もその職務について知り得たことは喋れない、そういうルールがあるわけです。で、その内容を喋る場合は、それ同等のね人たちとまたなんか許可を取ってね、それまたなんか国会で承認尋問とかやる場合も、そこのところでじゃあこの人を承認に呼びますかっつって、昭恵さんの時はそうだったでしょ、ね、昭恵さんを呼んで承認尋問やるべきだってやったけども、それで承認されないから呼ばなかったでしょ。だからそれと同じことが起きるわけです。とにかく辞めてしまう。当事者さえいなければね、まあほとんど死人に口出しの一歩手前、ほぼ同等ね、想定外のことが起きたと記憶にございませんは、そのワイルドカードなんだけど、 ほぼ同じ効力を持つねカードなんだね、これはね、強いカードを持ってる。だとりあえず辞職するね、これが一番なんです。証拠隠滅なんです。なので、今現在はこの段階に来てるんです。なのでその青山議員の言っていたこの問題は未解決事件なんですね。今までもこれからも未解決事件になる、そういうことなんです。だから真実が明らかになることはもうこれでないんです。今日28日なんで、まあ最低限30日まではみんな揃ってるので、まあ、30日までに吐けつってね、せめて吐かせることができればいいんだけども、もうそれを過ぎたらもう無理なんです、ね、だから真実は出てこない。で、真実が出てくるとしても、この辞めてったものの中に何か記したものを残して死んでいく時が来るかどうかね。誰かがコメントくれたんだけど、多分ねサブチャンネルの方かな、そっち系の怪しい系の方はこのメインチャンネルじゃなくてサードチャンネルの方でやってるので、そっちの方だと思うけどね、多分こういった内容はね、真実が世に出てくるのは2世代先だよ ね、まあそうだろうねって感じでね、おじいもそう思ったわけです、ね、結構サードチャンネル来てコメントくれてる方ね、
結構冷静なコメントいっぱいくれるよ、なかなかね。はい、そんなわけで、今現在はここの段階なんです。で、あと元気なおじいとしてはそれぞれの医師の言ってることはこれは間違いではないと思うんだね。で、間違いではないのと、この射入婚と射出婚は間違うことはあるね。だ状況からしてみて、その治療するのと司法解剖と違うしね、経験とかそういったものがものを言うので、この福島教授が嘘を言っていないというよりは、その状況は何も把握ができていないので、要は正しい、要はその原因ではね、ルートではね、だ今ある傷を治すことはできても、どうなってこうなったんだっていうのは結構時間かかる話でしょ。だからあの場の終わったその1時間2時間後の会見で、さあどうだったんだ、全てを正確に言えって言っても、まあこれは難しい話よね。だからその前にドクターヘリの医師はここも重曹だって言ってたわけなんで、だからそうなんじゃないかなと思うんだよね。でドクターヘリってその被告でそういう、ね、病気とか怪我だとかね、そういうところに結構プロフェッショナルなお医者さん多いからね、本当。だからドクターヘリの先生のパッと見た見立て、次に引き継がなきゃっていうのはできるだけ正確に見立てて報告する、ね、義務があるので、それが役目なんでね、引き継ぎなんでね、結局つなぎなんでね。なので医師の見立ては、かなり正確だったんではないかなって思うよ、おじいはね。そんなわけで、おじいのところは、ここの空砲説はなくなったんだけど、あと、ここら辺はね、ちょっとさておいて、で、単独ではないよねっていうね、複数の協力がなければできなかった。ね、で、あとエージェントたち、要は クライシスアクターなんか、クライシスアクターね、だからなんかもうよくわかんないけども、面倒くさいのは抜きにして、とりあえずそういったものと、あとその奈良県警の協力、要はその奈良県警の協力とそのエージェントたち、ね、の協力、これはまた別だと思うので、警察組織がこっち側のエージェントと一緒に合わせてやるっていうのはほとんどないと思うので、こっちとこっちは別だと思う、おじいはね。それで、またこれも別の動画で追ってくけども、このね、今日も朝から早くから起きてこれずっとまとめてたんだよ、ほんとメイチャンネル、サブチャンネル見ながらね。これだね、確かね、サードチャンネル忍びのおじいの方だと思うけれども、鋭い方がいたよ。この長官が辞めるに至ってはやはりその奈良県警のね、実弾が使われた、とんでもない不祥事があったのではないか、ね、ただ警護に関して守れなかったというね、そういう表向きの定義にはなってるけども、さあそれだけなのかなっていうね。その警察庁の管理するずさんな管理、奈良県警ですごいずさんな管理でしょ、何でもね、定期的な仕組みだって1年前は確かこんだけあったのに、ね、お前しかいないだろうなんだから、どんだけずさんな管理してるんだよってことなんだよ。でそのずさんな管理で弾が5発、ね、噴出して、その弾が安倍さんの心臓からね、打ち抜かれた弾、ね、特定されたっていうことになったら、これはもうとんでもないことになるよね、本当に。だ警護の失態がどうのこうのというよりも、ありえない、絶対に起きてはならないことが、警護でも起きてはならないことが起きたんだけど、そこのところがあるから、この中村もこの時点で、即座に辞める必要があったんじゃないか、ね、
まあ、8月の30日付なんで、ね、この死亡診断書が開示される頃にはおそらく福島教授の死亡診断書はこの心臓破損によるっていう内容も書かれているでしょう。そうするとそのなぜ、ね、奈良県警がその青山議員を使ってそうじゃないそうじゃないってね国民を欺いてるけども正式発表をしたわけではないんです。いい奈良県警が心臓は綺麗だった、ね、何にもなってなかったんだと正式発表をしたわけではないんです。まだ捜査中なんです。だから内容を何も言っていないんです。ここ重要ポイントだよ。それで警護にあたってのどんなミスがあったのかで今後どういったところを改善しなきゃなければならないのかっていうそれは報告書がまとまったので49日に発表したということなんです。でこの事件そのものについてはまだ調査中なんです。正式な発表は何もしていないんです。だからこの奈良県警が嘘を言っているというよりもその総一課長だね、この総一課長が青山議員に対して、責任ある正確なことを伝えていなかった、もしくは青山議員が そういうことでね、単なる時間稼ぎね、国民をとりあえず、まあ、冗談だって、今こんなことらしいんだけどもね、みたいなね、まだまだ出してからって言いながら、あれからもうどれぐらい経っちゃったんだろう、青山議員。ねえ、あれからどれぐらい経っちゃった？あれから何もしたいよね、おかしいよね。なので、奈良県警、ね、もしくは警察庁が、今回の件について正式発表はまだだいぶ先になると思うけどもその時にはちゃんと心臓のものが出てくると思う。ただそこまでのものを要は死亡診断書ではその死亡に至った理由が心臓のところにもあるわけだから玉1個、まあ、重要例えばこっちから入ってねここも原因になってるけどでも心臓に行った玉も見つからないと証拠の玉じゃないわけじゃん、ね、じゃあそれが果たしてどうなんだろうってなった場合にいやじゃあ証拠がないんだったら下手すると無罪になるじゃないかってねそうやって言ってる肩書きがある人たちがいるんだけどもそれじゃあねこの時期に氷のナイフでガッて一突きして殺して凶器が溶けちゃったら裁判の時に凶器を出せない。じゃあ氷の凶器でじゃあやったらみんな無罪になるの？どう？無罪にならないでしょ。だそういった意味でそのもこじつけて持っていくことは可能なんだね。これがねそういうことなんです。なので、あそこが怪しいここが怪しいではなくてそのこの3人の医師たちはやはりその医師というものは、ね、プライドを持って、ね、使命を持ってしっかりとやっている。ただどっかのお医者さんはね死亡診断書偽造だらけしてねググれば出てくるけれどもそういうところもあるよ。例えばねここで出てくるかな。ね、Windows 10バカでしょ。今入力したでしょ。それが反映しないんだよ。
ウィンドウ辞典ってね、本当ウィンドウ辞典に比べたらね、使いにくさが、あの本当ね、ウィンドウ辞典ってさ、ウィンドウ7の仕事が30分の1以下なんだよ。だから使わないんだよ、あの何かをやるのにね、何にもで、などこもみんな隠されちゃってるし、何にもできないんだよね。あれ、なんで入力できない、まあ、あのウィンドウ辞典がバカなんで入力してくれないので、皆さんあの調べてくださいね、問題となっている病院も出てきますね。ウィンドウ辞典は近物にならないね、本当ね、残念だね。はい、そんなわけで、安倍元総理の件、悪魔のプロジェクト解明徹底解説でした。今までのね、この8月28日までの最新第10でした。で、今まで元気なおじいの動画あ解読してるまでね、本当に睡眠時間をかなり削りながら、毎日ね、いろんなことを考えながら、あのまとめてきたものがあるんだけど、それを全然見ないで、ああだこうだね、あの明後日の意見を言ってる人たちも、この動画を見ればなんとなく追いつけたんではないかなと思います。で、あと今まで見ていてくれた方もね、一緒に考えてくれた方、あといろんな情報提供してくれた方もね、まあ、おそらくこの流れでいいんじゃないかなと思います。で、福島教授も要は見立てがね、正確でないものはあった、でもどこの部分がどうなったかっていうのは、それは間違いのないようなもの、だからそのどういったものがどこからどうやって入って、あの見つかってないものにね、頭の中にあの弾というのはとイメージが一致しないかもしれないし、どこからどうやっていったんだって、ぐじぐじの内容からすぐ判断しよう、さあどうなんだどうなんだどうなんだ、医者なんだろうどうなんだっつったって、医者はそこを解明するものではないから、こう確実にわからないんです、これはね。だからその医者として回復手術をしたものとして、どういう状況だったというものはもう間違いがないものでしょう。で、どうだったんだどうだったんだ、記者たちのあの説明がまた意地悪なんだよそれがね、本当なので、そこのところでね、話の辻褄が合うんじゃないかなと思います。で、それが3人の医師たちの後日の独自取材なんかの内容も見ればね、おそらく一致するんじゃないかなと思います。で、それぞれの3人の医師たちのその独自取材のやつね、それはそれを元にして過去に動画も作ってるけども、それを見ていない方はこの動画の説明欄に参考資料として3つリンクを置いておくので、その3つをちゃんと見てみてください、ね。はい、今回はここまでになります。まあ、なんとなく分かったよって方はね、グッドボタンを押しておいていただければありがたいなと思います。結構頑張って作ったんで、この動画ね、あの自信があります。さあ、ここからはね、また煮詰めていく推理に入ります。で、あとこっち系のやつはね、このチャンネルはすごく今ね、状態すごくGoogle 様に制限かけられまくってるので、バンにはなってないんだけども、バンになってるのと等しいようなすごいペナルティを受けてる状態なんで、90日過ぎて綺麗になるまで辛いんだよ、ね。なので、どんどんひどくなっていくので、サードチャンネルの方を、ね、今活用しております。はい、そんなわけでね、また今後もご覧になっていろんな意見をいただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。